ようこそ俺たちのジャパンへ。皆さんは発展途上国という言葉を知っていますか？私たちがよく聞くアメリカや日本などの先進国に比べて経済的水準や生活水準が低い国のことを言います。近年ではそんな国の開発支援をする先進国が多くあり、日本もその国のうちの一つです。今回はアフリカにビジネスチャンスを抱いてやってきたアメリカ人男性がある大きな衝撃を受けます。彼は一体どんな体験をしたのでしょうか。アフリカは今や急成長を遂げる国だ。かつて発展途上国と言われたアフリカは、今後人口の増加、広大な土地を利用した経済的成長が見込まれている。今は新たな投資先として世界から注目されているんだ。僕もそんなアフリカで仕事をしたいと思って最近ここケニアにやってきたよ。投資家の僕としては現地のリサーチも欠かせないからね。自分の大事なお金をつぎ込むんだ。当たり前だろ。アフリカといえばどこまでも続く茶色い土と草原、熱い太陽、広い空、そんなイメージを持っている人が多いんじゃないかな。だが都会の方には高層ビルなんかもあったりするんだよ。そのすぐ隣にアフリカのサバンナが広がっているところはまた不思議な光景なんだけどね。まあそんなわけで、とりあえず僕の本拠地を構えるところを探していたんだ。何かとやっぱり都会の方が都合がいいからね。ケニアの人たちにも自分たちの都市にしっかり会社を構えているとなると安心感が違うだろう。今アフリカは先進国からの開発支援を受けている真っ最中だ。ケニアの首都ナイロビもその一つ。経済を発展させるためには道路、上下水道、電力、ガス、通信設備、とにかく生きていくのに必要なインフラ整備を整えることが最重要となってくる。上下水道がちゃんと機能していないとトイレの臭い問題も出てくるし、何より水がきれいじゃないとそこから病気になったり感染症が生まれたりするだろう。電気も僕たちには欠かせない。仕事で一番使うじゃないか。だから都会だけじゃなくてここアフリカ全土にインフラ設備を張り巡らさないといけないんだよ。日本や中国、先進国がこぞって支援してくれているらしいね。僕もアメリカでよくそんなニュースを見ていたんだ。中国と日本が同時に道路工事に着手した。ただ建設スピードの差は愕然としている。日本がまだ建設を始めていないにもかかわらず、中国側は道路の基礎を作り上げている。これこそ中国におけるスピード感だ。でね、僕は仕事の早い人間が好きだし、同じ時期に始めたのにまだ建設も始めてないって、よっぽど日本の仕事は遅いんだろうな。そう思うしかないだろう。日本の品質はいいってよく聞く言葉だけど、それは間違いなく時間を嫌って言うほどかけてるからなんじゃないか。働き者が多いっていうのは時間を無駄にしてるやつが多いってことなんだろう。その点中国は合理性があるように見える。よく日本の真似をしているなんて話を聞くが、真似することはちっとも悪いことじゃない。能力における吸収性が高いってことだからな。最初はみんな真似をして仕事を覚えていくし、そこからもっといい仕事が生まれることだってあるだろう。だから僕はどちらかというと中国派だったんだよ。ケニアで投資するなら中国の企業を使おうかななんて考えるほどにね。僕はとりあえずナイロビを見て回りたくて、現地のタクシー運転手を数日雇って街をくまなく走ってもらうことにしたんだ。現地の人と話すことで今実際に何が流行っているのかとか、ケニアの人に好かれるのはどんな食べ物かとか、とにかく生の声が聞けるだろう。お願いしたのは電気自動車で走るタクシー運転手のアランだ。電気自動車に乗ってるなんて意外だって。そう思うかもしれないが、電気自動車は充電しないといけないから街中でしか走れないが、ガソリンもいらないしエコだ。何より経済的なんだよ。メンテナンスも楽だから僕は電気自動車推しなんだよ。
アランはそう言っていた。確かにガソリンの匂いもしないし、乗り心地もさすがに快適だったよ。で、どこ行きたいんだよ。まずは君がいつも行っている場所を回ってくれないか。ケニアに住んでいる人のことを知りたいんだ。アランは驚いて、金いっぱい払ってるのに変わった客だな。俺のいつものとこなんて大したとこねえけど。そう言って、彼がいつも食べているレストランやコンビニみたいなところ、ガソリンスタンドなど連れて行ってくれた。今流行っている大きなウインナーをカリッと揚げたものや、ナイロビにある大きなフードコート、テイクアウトできるお店が多くて、アランはよく買ってお昼に食べているらしい。もちろん店内でも食べれる。さすがアフリカといったところか、食べても数百円にもいかないんだ。驚いたのはガソリンスタンドによるとこだった。アラン、電気自動車ならガソリンはいらないんじゃないか。ここで買うのはガソリンじゃない、ガスだ。家で使うやつな。俺は別に金持ちじゃないからよ、ここでガスを買って家に持って帰って使うんだよ。なるほど。いくら首都といってもまだ各家庭にガスが供給されているわけじゃないのか。そういった点はまた違う事業に使える視点かもしれない。やっぱり現地のアランに運転手をお願いしたのは正解だったな。2日目になり、アランに今日はビジネス街を割と回ってほしいとお願いしたんだ。どんな道でもいいんだよな、ボスはありのままのナイロビが見たいんだったっけな。アランがそう意味深に聞いてきたが、私は深く捉えず、もちろんだとだけ答えた。だからこの時はまだ気づいていなかったんだ。しばらく後部座席に乗って窓の景色を見ていると、昨日走った道よりもコンクリートの道路が増えてきていることに気づいた。少しずつまばらだった道が綺麗になっていく。おお、アメリカの都会みたいな風景になってきたな。道にある街路樹、道路の標識、どこまでも滑らかに見えるコンクリート、歩行者用の道までとっても綺麗だった。わあ、ここはすごく整備されているね。ビジネスするならこの辺りがいいかもしれないな。もしかしてここは中国が作った道路なんじゃないか。僕が歓喜の声を上げると、アランはははっと笑ったんだ。ん？何か僕おかしいこと言ったかい？いやーボス、中国だって正気かよ。ここの道路を作ったのは日本だよ、日本。日本か、確かに聞いたことがあるけど、こんな道を作ったのならよっぽど時間がかかったんじゃないのか。アラン、君はずっとここで運転手をしているからわかるだろう。日本の遅さに時間をかければ何だって作れるだろう。よっぽど中国の方が早くていいものを作ったんじゃないか。私のドヤッとした言い方を聞いて、アランはハンドルを握りながら爆笑したんだ。そのまま脇道にそれ、一旦車を止めて私にこう言った。どうやらボスは中国が好きなんだな。俺はどっちが好きかって聞かれたら間違いなく日本と答えるぜ。多分ここら辺に住んでるやつもきっとそうだ。俺はタクシーに乗ってるからよ、この街のいろんなとこ行くだろう。だからさ、いろいろ耳に入ってくんだよな、中国と日本の違いとかな。アランの余裕たっぷりな顔を見て、私はなんだか尺だったので、そこまで言うんならその違いを見せてくれないか。僕もやっぱり自分の目で見ないと気が済まないたちなんだ。アランは私の言葉を聞くとニヤッとして、さっきよりも笑顔になった。じゃあドライブの続きをしようかボス。そう言って車を発進させた。まったく、アランは何を言っているんだか。10分くらい走った頃、私は少し眠くなってきてうとうとし始めたんだ。するとガタガタガタドンドン、なんといきなり車が上下に揺れ始めたんだ。私はすぐハッと覚醒して、アラン一体何がと聞くと、アランはにんまりとした顔をミラー越しに向け、ボスしっかり捕まってた方がいいぜ、あと窓の外じっくり見てくれよ。そう嬉しそうに言ったんだ。何が起こったんだ、さっきまであんなに快適に走っていたのに。
総窓の外を見るとさっきまでとは違う景色が広がっていたんだ。隠されていない排水溝、狭い歩行用道路、土だけ掘り返されている街路樹を植えるはずであろう敷居が中途半端に作られている。そして周りの看板もぐちゃぐちゃに建てられていて、さっき日本が作ったという道路での景色とはまるで違う。何よりだ、道路がデコボコだった。僕の乗っている車が揺れているのもわかるが、前の車を見てみろ。上下に見事に揺れながら進んでいるじゃないか。これは後ろから見たら僕の乗っている車もこんな風に見えているんだろうな。整備されていない道の方がマシなんじゃないか。そう思うくらいコンクリートでできたはずの道路は揺れていた。アラン、アラン、悪いんだけどどこかで止めてくれないか。休憩したいんだ。私は道の差にすっかり酔ってしまって、アランは道をそれて広い広場に車を止めてくれた。車から降りて私が一息ついて座っている間、アランに軽い水と食べ物を買ってきてくれないかとお願いしたら、ジュースとチップスを買ってきてくれた。変に重いもん腹に入れるより軽い塩気のある菓子食った方がいいぜ。アランなりの気遣いなのだろう。言葉の通り受け取って食べていると少し楽になった。どうだボス、一押しの中国が作った道路だぜ。アランの言葉に愕然とした。あれがか、日本の作った道路とまるで違うじゃないか。だろう、あいつら中国人な。いっぱいここナイロビに中国人と材料を持ってきて、とにかく作るのはめっちゃ早かったんだよな。最初だけさ、見ただろう、あの中途半端な工事を。道路を作る前よりもひどくなったじゃないか。あの揺れ方でよくわかるだろう。反対によ、日本が来てまず最初にしたのはここのやつらに道路工事の仕事を教えることだったんだぜ。俺の友達も何人も働いたぜ。日本の偉い人が一生懸命教えてくれてよ。それで結構いい金ももらえたし、これからもっと道路を作っていくから君たちの仕事はなくならないから安心してくれ、なんてまで言ってくれんの、すごくないか。じゃああの道を作ったのはほぼここに住んでいる君たちなのか。私が信じられないという顔で見るとアランは自慢げだった。そうだ、もちろん協力がないとあんな風にはできなかっただろう。でも俺たちでもあんなに綺麗に道路が作れるんだぜって思うと嬉しかったね。偉そうにしてるだけの中国人よりも俺たちの方がいい仕事ができたってことなんだからよ。仲間内ではいつかあのぐったぐたな中国が作った道路も直してやりてえなみたいな話も飲み会で出るしよ。ボスも投資するなら日本のやつらと一緒にやったらうまくいくんじゃないか。僕らも最初は中国に騙されそうになって、日本はまだ何もしてねえのかって笑ってたからよ。今思えば恥ずかしいことだよな。アランは立ち上がって、今度は日本の道路多めに走ってやるよとまた車に乗った。実際に目で見て体験しないといけないというのはまさにこのこと。僕は日本のことを誤解していたと気づくことができたんだからね。これからもリサーチは現地の人に同行を頼もう。そう肝に銘じたよ。ここまで差があるなんて、同じお金をかけているのならしっかり作ってほしいわね。安全だと思って車を走らせてるならとてもびっくりしちゃうわ。日本は本当にアフリカの今後を考えて支援してくれているんだなって分かったよ。体験するということは何よりも本当の情報の一つなのでしょうね。何かを新しく始めるときは必ずその土地の人を教育することも必要になってきます。作った道路をそのままにしておけば、いつか壊れた時に誰も修理ができないではみんなが困ってしまうでしょう。これから先未来のことも考えて発展途上国の経済を支えていきたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。
それでは次回の動画をお待ちください。